シャナンド・ハーティーは、アメリカ合衆国の女優。テネシー州メンフィス出身、カリフォルニア州ロサンゼルス育ち。テレビへの出演が多い。子供の頃から女優を夢見て10歳で、テレビシリーズ、ファーザー・マーフィーでデビュー。19歳の時に、青春ドラマ、ビバリー・ヒルズ高校白書の主人公の双子の妹、ブレンダー・ウォル主役で、レギュラー出演し、一躍全米のスターとなる。 人気は出るが共演者との不仲が噂され、第4シーズンで降板し、以降のゲスト出演はない。番組のファンが家に押しかけてきて家から出られないこともあった。リメイク版の9210の第1シーズンに数回ゲスト出演し、不仲説がささやかれたジェニーガースと再共演し、雑誌にも一緒に登場している。1998年からは、 ビバリーヒルズ高校白書の制作会社社長であったアーロン・スペリングと和解しチャームド魔女三姉妹に主演し好評を博すも共演者の一人であるアリス・サミラノとの船仮説がささやかれ自身が監督したエピソードを最後に第三シーズンで降板するそれ以降はゲスト出演もなく過去の映像を使ったシーンでも社ンが出ているシーンは使われていない男性向け雑誌や映画 殺人療法者ハーティー・インボンテージでヌードを披露したこともある。コメディドラマのパイロット版での交番や2010年にはリアリティ番組ダンシング・ウィズ・ザ・スターズの10シーズン目に出演した。プライベートでは1993年にジョージ・ハミルトンの息子、アシュレイ・ハミルトンと結婚するが半年で離婚。2002年にプロデューサーのリック・ソロモンと再婚するが翌年離婚している。 2001年に飲酒運転で逮捕されたことがある。実刑にはならなかったが、1500ドルの罰金、3年間の執行猶予及び免停、飲酒運転防止のクラスへの参加なども義務付けられ、その後、ティーンエージャーの教育センター等で飲酒の危険性についてのスピーチをすることとなり、ハイウェイのゴミ拾いもすることとなった。2006年にもサンタモニカで交通事故を起こしたが、 飲酒ではなかった。2010年には銀行から手形の未払いで訴えられたが、一銭も払わなかったため翌年には裁判の出廷を求められた。2011年に再婚し、フォトグラファーのカートイスワリエンコとマリブで結婚式を挙げた。二人のプライベートを追ったウェット部のリアリティ番組ザシャナンドハーティープロジェクトは翌年1月に放送された。 2015年の8月には乳がんであることを告白した。また、マネージャーを保険が切れているため訴えたことが判明したが、後に和解した。2017年には化学療法を終えたことが報道された。チャームド交番時アリッサ・ミラノとの不仲説が流れたが、もう一人の姉妹役、ホリー・マリー・コームズとはプライベートでも非常に仲が良く、現在でもその交流は続いており、 親友同士である。2015年には二人のリアリティ番組、オフ・ザ・マップも放送された。2014年、9月上旬に、イルカクジラの追い込み量が解禁された和歌山、大地町で、日本の調査捕鯨への妨害活動で有名な反捕鯨団体、シー・シェパードが漁船を監視する中ド・ハーティーは、シー・シェパードのカメラの前で漁の様子をリポートしている。 双眼鏡やカメラで量を監視し、その様子をツイッターにアップし、シーシェパードの公式 HP でも、彼女の加入は大々的に告知されており、広告塔としての役割も担っている。ありがとうございます。